日本でのガトの例。寺島良安、和漢三彩杖ひねずみは、中国に伝わる怪物の一種、加工獣とも呼ばれる。南方の果ての火山の炎の中にある、婦人気という、燃え尽きない木の中に住んでいるとされる。一説に、根のに住むとも言われる。日本の江戸時代の百科辞典、和漢三彩杖では、中国の本草項目から引用し、中国西域及び、 南域の秘襲の山に、春夏に燃えて、秋冬に消える伸びがあり、その中に生息すると述べられている。和苗類受賞巻十八、ケムラ類のヒネズミの記述として、新遺伝を引用した上で、和苗を、ヒ、ネジメシュさ産と記している。体重が、約2 5 0ラムのオネズミで、毛の長さは5 0トルあり、ヒヌイトよりも細い。火の中では、体が赤く、 外に出ると白くなる。火の外に出ている時に水をかけると死んでしまうという。ひねずみの毛から折って作ったカ,カンフは火に燃えず、汚れても火に入れると雪のように真っ白になるという特別な布だったという。このカ,カンフとは実際は鉱物性繊維の石綿であると言われる。随所祭祭祀によると四国にひねずみ毛が産するという。 四国とは秋竹特図の一つで、現在のウズベキスタンのシャフリサブスにあった都市国家である。日本の竹取物語で、かぐや姫が安倍三浦に出した難題が、ひねずみの川絹である。源氏物語絵合わせ巻では、この竹取物語のひねずみの川絹団を描いた絵巻が登場するが、川会場のその箇所の注釈には、元代の東方追立著とされる、地理書、 新異形十好きに見える、下官府の記述が惹かれている。ただし、竹取物語で、安倍美宇氏が実際に入手したのは、金星色の毛皮であり、鑑石に見える伝承とは、描写が異なる。作中依頼されて、川犬を探した商人によれば、天竺の構想による、伝来品とされている。漫画、犬夜叉の主人公の犬夜叉は、ひねずみの毛でおった。 赤い衣を着ている。ありがとうございます。